こんにちは、お元の本名です。今日はお元の別名についてお話ししていきたいと思います。お元っていうのは様々にあの呼び方があるんですが、今回あのこのような形であの図で示してみました。でこのようにあの本当にいろんな名前がある植植物なんですね。特に植物の中でも。 そのの別名の数においては一番なんじゃなないいかとも思っていますでなぜこのようにたくさんの名前がおもとについているのかと言いますとおもとというのは日本の生活文化に非常に深い関わりを持っている、まあ、自生している植物でして古くは薬草としてでまた 一,一番身近なのはお祝いおもとお引っ越しおもとですねこの家康があの江戸城に入城する際に三八のおもとを持ってあの江戸城に最初に入ったそんなような話が一番有名なんですがもっと古くから引っ越しの際におもとを送るというような風習はあったようです。でまた生け花室町時代から生け花としても用いられていまして。 そのの時も正月のおもとで結婚式などのお祝いのおもととして使われていますね。また風水の世界ですとやはりあの引っ越しの際にまずおもとを入れるということがあったり屋敷の鬼門の方向北東の方向ですねにおもとを植えるなどさまざまな使われ方 その日本人の生活に密着して使われてきたんですね。そうなんで今回はそのいろんな別名のお話をすることでおもとについてちょっと深く見ていきたいと思います。でこのように今バラバラにあのおもとの名前が置いてあるので分かりにくいんですがちょっと整理してみましょう。このように さまざまなこう種類で、ちょっと分けてみました。一番上は、まあ、一番一般的な、おもとですね。万年葉っぱが青々としている。その常緑っていうようなことを、あの意味しまして。万年青い。また長寿草。とも言われていますね。こちらは。ちょっとなじみないかもしれないんですが、江戸時代の書物には。 転覆の霊とでもこのようにあの本当に素晴らしいその霊が宿るようなそのいい植物なんだそんなような意味合いで「転覆の霊装と私どもその私のおじいちゃんですね方面の2代目からもそういったことをよく伝,わ伝えられてきてるんですが。 そうういいったような意味合いであの使われることもありますまた縁起がいい草あの吉の草としてそれこそ万年青いその常緑ということからその縁起草吉草といったことも言われます。こちらはさまざまなあの書物また俳句などで読まれる時もこちらのおもと老婆草を使うことあるんですが。 おもとというのはあの若い葉っぱやあの次の世代の赤い実を古い葉っぱがこう包み込むようにあの育っている植物なんですがおもと自体がそういった老いた母があの新しい世代子供をこを守っていくそんなようなことから老婆草とも言われたりしまた、ま、冬に枯れないしおれない草。 不老草これはやはり常緑ということを示していまして寒い冬に枯れない草そういったものにはそういった力が宿るとかあの老いない不老長寿そんなようなことを昔の方は思ったみたいです。でこういったことは特に中国の書物などにもこういったことは書かれていますね。ままた辛抱草とも言いまして これは趣味ねのことなんですがおもとは辛抱してあの成長はすごいゆっくりなんですが辛抱して長く作っていればいつか報われるそのような意味合いで辛辛抱抱草、辛抱草などと呼ばれたりします。次の「礼露や「理露は皆さんほとんどの方が初めて見るその漢字だったり名前だったり。 音だったりすると思うんですがこちらはあの古い生き花などをやられてる方はこの字を見たことがあるかもしれないですねあの室町時代やあの江戸時代おもとというのはこちらのレイロリロという字で書かれた時代があったようですで、室町時代のあの 何ですか辞書にはあのこの「イロリロと書いて振り仮名を「おもと」とこう書いてこれで「おもと」と読ませるんですがこういったことが古い書物には出てきていますね。また「岩蘭は岩の隙間におもとが入ってたことからこういった「岩蘭と言われる地域もあるようです。で他にも中国名 中国名は「万年青」で「万年チェンで表で通じるんですがこういった「烏紀毒」という意味ですかねこれ中国の読みが「ウモート」らしいんですがこういった読みもされるようです。でまたこちらが本当に面白いんですがあの沖縄の於本岳や大たの於本山 これ両方ともあのその地域のまあ霊山として日本人に本当に信仰されて大切にされてきた山々なんですがこういったところの地名と同じ「おもと」で呼ばれる地域もあるようですいかがだったでしょうかこのように「おもと」というのはたくさんの別名があります。で この別名っていうのはそのおもとのその歴史やその日本人の文化と本当に深い関わりを持っているっていうことをまあ証明するまあ証拠でもありますしその日本人がどのように使ってきたのかその縁起縁起を担ぐためにそのおもとっていうのを使ってきたのかまたその万年その家がその人がでまたそ,そういったあの 送られた方がその万年反映していくようにそんなような意味合いで使われてきたのかでまた母が子供を思うようなそんな気持ちだったりとかで不老長寿を願ったりとかであの、まあ、薬草だったりとかその地域の,その山の信仰ですねそういったさまざまなものと深く関わり合いながらおもとはあの日本で自生してきました。 そんなことがこういった別名から分かってくると思いますのでもしあの皆様で他におもと私の地域ではこんな形で呼ばれてるよっていうようなことまたあの使い方ですねあのこういったあの薬草として使われてるとかこういった時にあのお祝いで使われてるとかそういったお話もしありましたらまたコメント欄にでも教えてください。 では、このように私たちおもとの方面はおもとについて様々に発信しています。もしよろしければチャンネル登録やいいねボタンコメントなどをよろしくお願いします。では、本当にありがとうございました。お元の方面でした。